右のところ、右のページ、つまり2ページだ、2ページの14、ラッパを持っている第6の見つかりにこう呼びかけるのを私は聞いた、14ですよ、ダイオラテス川のほとりにつながれている4人の見つかりを解いてやれ、そして15には、その時、その日、その月、その年、人類の3分の1は殺される、16、騎兵隊の数は2億、この14の字見て何とも思わない 大イオラスガーですよ中東だよ2000年前の言葉よこれだからいよいよ軍隊が中東に世界中から集まってきて最終戦争に入ると言ってるわけですよ僕は先ほどここへ出てきていろんなことをお話しさせていただきましたがその中で何を申し上げたおそらく皆さんは 僕が言った言葉で「まさかそんなこと!」僕は何言ったんですか第三次世界大戦にすでに入りましたと言ったんです <laughs> あんなバカなことあるもんかそんなそんなどうして入らないと思うの僕は今から2000年前のヨハネ・黙示録の言葉によっていよいよ第三次世界大戦が始まったと言ってるわけ僕には根拠がある。 2000年前に書かれた本が間違ってたらこの人間の世界から消されてるはずです生きてるじゃない世界の永遠のベストセラーですよもっ一ん言いますけどキリスト教の本あいますよそこで「大イオラテス川」2ページの左「隅屋」そして「二億の軍勢三分の一が死ぬ」皆さんも知らないこれ読んでたら分かるじゃない 変わってないだよ2000年前からこれが聖書です。すみません、こっち見てください。だから2つ目の座標軸で聖書表現と言ってるわけです。僕はこういうことを言うから憎まれるわけですよ、本当のことだから。だからこの新聞を見たら、すいません、今の新聞でのは3ページ、すいません、3ページの左上、海上自衛隊は、 中東派遣260人の規模、ピタっと来た、ね、こんなん初めてです。だからいよいよ最終戦争に入ったってことも分かる。だから安倍総理はサウジアラビア行っとるわけよ読めますか、あなたはだからサウジアラビア行く、つまり安倍総理の中の知恵者が、今、中東ですよと言ってるわけです。 安倍総理は死ぬか殺されるか分からん。日本のために行ってくださいよと言ってるわけです。そういう時だから。そして今見てる3ページ、そこにもユー・オラテスが出てくる、C、真ん中の段の C、ヨハネ・黙示録の16、12ですね、第6のものが、その8を大ヨー・オラテス側に傾けた。 やっぱりイラ,クでしょイランとイラクの間の川、大ヨーラス川に傾けた。するとその水は、日の出る方、どこよ、東やね中国や日本や東南アジアも全部入っとる、12、だ第六のものがその八を大ヨーラス川に傾けた。するとその水は 日の出る方から来る王たちに対して道を備えるために枯れてしまった。それを読んでて知ってて左上、海上自衛隊中東派遣だよ。これが始まりなんです。アジアが全部ユーラテスに向かう。さらに左隅、上中段の上中下段の中の一番左、三つの例はヘブルゴでハルマゲドン、 とというところに王たたちを,をした皆さんハルマゲドンという言葉知ってるでしょ最終戦争だそこへ王たちが世界の政治家たちが軍隊を持って集まると言ってるわけですもっ一り言いますが2000年前の言葉だよこれさっきの2ページあるいは3ページにダイオラテス川って川があるじゃないチグリス・ユーラテス私日本人はチグリス・ユーラテスって昔のメソバタミア文明だと思うかもわからん 僕はイラクでまだサダム・セインが行ってた時によくイラクに行きました取材のためにほんでイワラデスの橋の上でタクシーちょっと止めてちょっとちょっと待ってください言ってイワラデスの橋の上でよく降りましたああここがヨハネ・目ク録が2000年前に言ってたこれが最終戦争の場所か思ってもう感無料でしたねイワラデス見るたびに。 そのたんびにイラクの情報員に捕まった「おいお前」って言われて「パスポートを見せろ」とか「お前が誰だ」とかいろいろ言われて「いよいよちょっと取材のためにおるんだちょっと来い」って引っ張られただから今はユーロラテストの人は誰でも知ってますやんかその当時日本人で行ってるやつやったらうのてバカしかいない今ユーロラテスですよその隣はどこやイラクでありイランや さらにもっとイラクという言葉を言ったんですそしてサダム・セインと言ったサダム・セインはかつてイランと戦争したじゃないかその通りだけどサダム・セインは死んだ何やっててん彼はイラクという国は次イランと同じイスラムシーア派なんですほとんどが国民の80%はシアですつまりイランとイラクは一体なんですねだからサダム・セインは 困る俺はスンリだということで、イスラムのシーア派の人を弾圧したわけです。だからいつも悪いやつで弾圧はなんとかなんとかって言われておりましたけども、そういう意味じゃないんです。彼はイラクがイランと同じシーア派であると、イラクは食われてしまう。今わかるだから抵抗しちゃったんです。イラン・イラク戦争もそうしてやったんです。 今日2020年1月何日イラクはほぼ完全にシーア派に食われましたイラクは完全にシーア派のもんですということはイランとイラクは一緒です一つです私たちは国をまめてイランイラクとかそうやってますが宗教は一緒ですだから彼らは一体なんです先っき言ったでしょ 司令官をアメリカが殺した言うけど、その司令官、どこで殺されたのイラ,クですよイランの司令官がイラクで殺されてるわけです、アメリカがやったんです。そりゃ彼らは頭が生きてますそしてその司令官はレバノン、あるいはシリアなどで、同じシーア派の民兵を教育しよったわけです。それが広く彼らの狙いはどこや イスラエルです。偽ユダヤ国家イスラエルですそこに彼らが攻め込むか、核兵器を使ったら、それも第3次世界大戦は目の見えて見える形で現れる。僕はそれを言ってるわけです。だから、だん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 時間をかけながらでも、第3次世界大戦は始まっている。始まっていると言ったんです。この第一次世界大戦1914年 だいぶうまいやねヒトラーがあの何とか何とかって言った1914年6月24日にオーストリアのヨーロッパのオーストラリアじゃないオーストリアの皇太子がセルビアの青年に殺されたんですこれが第一次世界大戦の発火点です1914年6月皇太子が殺されたほんなオーストリアはすぐに戦争始めたかしない何ヶ月も経ってから気が吹いたんです まさかそれが人類史上初めての大戦争つまり数百万の人が死ぬなんて誰も考えてなかったんです同じです私たちは今2020年1月13日のその10日前の1月3日アメリカは司令官をシリア,シアの司令官を殺した。 シアは、イスラムはすぐに反撃に出た、ミサイルを撃ち込んだ。だけどロシアは、人のいないところへ撃ち込めていった。それで終わった。とんでもない。これから数ヶ月経って終わんなさい。第3次世界大戦は必ず起きる。それが中東なんです。私たちはオーストラリア、あるいはブラジルで山火事が起きてることを聞いてるわけですね。もう再現ですよ。日本で言ったら 関東地方から火が出て、ずーっと北上して、青森まで燃えてる状態ですよ。だからオーストラリアの山火事ってピンとこないかわ分かりませんが、同じです。私はピンとこないんです。中東、ピンとこない。石油だけと日本には考えてる。だから安倍総理が行かざるを得ないほどに、中東は日本にとって大変です。国民はピンとこない。何を食べるか。 何を飲むか何を楽しむかだけで生きてるもうそんな時代は終わっただから日本を動かしている者たちその正体は言いませんが本当のユダヤ人です正当ユダヤの人たちは約5,000万の正当ユダヤ人はいりませんだから聖書は黙示録で 14万4千人だけが次の時代を担うと書いてある、2000年前に。14万4千人ですよと、はっきり。